東山修一郎9月25日隊は日本の元海上自衛官第17代海上幕僚長東京都出身東京水産大学では製造学科で食品衛生を研究テーマにしていた卒業後海上自衛隊に入隊入隊の同期は当時大学が栗浜にあり目の前に海上自衛隊の基地があったことからなんとなく 面白そうだからという理由で入隊したという。入隊後は空に憧れて航空部隊へ進む。主に対戦紹介機 S2 階から1トラッカーのパイロットとして活躍し、飛行時間は3500時間を超える。20代で機長を務めていた頃は、護衛艦と共同で実施する対戦紹介の作戦の方針をめぐって、日サクラスの艦長と無線でしばしば火花を散らしたという。 その後の海爆勤務では、防衛畑を歩み、ポスト4次防の整備、予算要求に携わる。第4航空軍司令在任中には、最初の P-3C 実戦配備部隊として、第6航空隊が新編され、その戦力下に尽力した。その後も、航空集団司令官、横須賀地方総監などの要職を歴任し、第17代海上幕僚長に就任。 旧軍歴を持たない初の海幕長であり、また、第10代、サメ島マ和に続く二人目のパイロット出身の海幕長である。在任中の1988年7月に、野田氏を事件が発生し、事態の対処に当たった。ありがとうございます。